加藤先生がフェロームを務めていらっしゃるエコロクッキングスクールの授業の一部でも手当法の紹介があると思うんですけどクッキングスクールでご紹介する手当法はまあ一般的な手当法で一番使われていると言われているあの生姜シップというのを、えー、ご紹介しております。 まあ、たっくりとご紹介いただければと思うんですが。生姜って、まあ、皆さんよくご存知のように、特に東洋医学では、ええー、生姜っていうのは。消去とか環境と言って、あの、いろいろな処方に、7割ぐらいの処方に入っているのではないでしょうか。で、生姜は、あの、ジンゲロールっていう成分に聞かれたことあると思うんですね。これはね、殺菌効果があるので、よく生ものに生姜がついているっていうのも理にかなっています。 でその生姜に熱を加えたり乾燥させるとジンゲロールが生姜オールという成分に変わります全部じゃないですけどねでこの生姜オールは血行を良くして体を温める働きがあります肝部、痛いところとか凝っているところに当てるっていう方法ですなので生姜が使ってあるのでやっぱり血行が良くなるので 大体痛みっていうのは血行が悪くなると痛みが生じますのであのやっぱり当てていると特にこう当てていてその当てていた部分がちょっと赤くなっているっていうことはちょっと血流が悪くなっている証拠なんですね。なので温めるっていうことはそれこそ痛みを和らげるだけじゃなくて精神的にもなんとなくほんわかして気持ちよくなってくるのでやっぱり自律神経のバランスなんかにもいいんじゃないでしょうかね。 なんかか注意点とかありましょうがそんなに刺激が強い感じもしないですけど<あ>粘膜につけちゃうとうんそうですねまあでもあのタオルで絞ってるので直接当ててるわけじゃないのであの大丈夫だと思うんですがまあ気になる方はちょっとタオルを当ててその上からまたタオルで温めるっていう感じでタオルの上からタオル <laughs> <laughs> まあ今までそんなにまあでもかぶれやすい方はねやっぱりそのぐらいちょっとガーゼかなんか乗せてそこの上から温めるそしてあのすぐ冷めてくるじゃないですかはいだから冷めてきたらまたあのあ絞ってでまた幹部に当てるっていう方法ですはい今のほら花粉症の方が増えてきてますけどはいあの鼻が詰まった時なんかにこの鼻の幹部に生姜が、まあ 小さいタオルで、こう絞って、当て,てると、通りが詰まりがよくなる。ということもありますね。で、花粉症の鼻詰まりっていうのは、東洋医学でいうと、水毒って、水の毒って言うんですけど。水毒の一種だそうです。なので、血液の流れがよくなると、水の流れもよくなるので。<laughs> すみません。<laughs> <laughs> 水の流れ悪いんじゃないですか。<laughs> <laughs> なので、あの鼻づまりも良くなるようです。ここ鼻の中に入れるわけではない。<laughs> <laughs> いやいやいや。なんか当てる<ー>こ。こうじゃなくて当てるあ。当てる。花粉症っていうとこう、まあ鼻水が辛いとか、目がしょぼしょぼしてて、うん、目とか鼻ってなんかデリケートなイメージがあって、そこにやっぱり直接はちょっと刺激が強いかもしれない。 鼻は大丈夫じゃないですかね。中に入れる。上から。<laughs> 上から、まあ鼻は大丈夫そうですよね。ね目はちょっとね、なんかやっぱり一つタオルを置いてその上に生姜シップ乗せたら、はい。すごい楽になると思いますけどね。えー、いろいろなまあシップの効果を発揮してくれる。腫れてるときはダメとか<あ>そういう。そうですね。あの基本的に。 あのシップって生姜シップだけじゃなくて一般的に売ってるシップも温かいのと冷たいのがありますけど腫れてる時はやっぱり冷やした方が腫れが引くのでそこにはすぐに載せないで腫れが引いてきたら引いてきて痛みがある時でも生姜シップは効果がありますので腫れが引いたら生姜シップは使って大丈夫です。はいいありががとうございますあ私も実際にあの母が えっと、いろいろ体調悪い時に例えばぜいぜいするような時にこの胸の時に当ててあげたらすごく楽になったりとか腰が痛い時も当ててあげたらやっぱり楽になったって言ってたので本当にいろいろ万能に使えるのでしょうがしっぽはぜひそういう時に使ってみていただくとよろしいのではないでしょうか。はい、加藤先生10年以上前ですか膝の触れた時 <laughs> やっぱりやったんですか あれはね、やっぱり人にやってもらうものなので、<laughs> 自分ではやりませんでしたね。そういう。<laughs>